1> 第1回東京優秀大競争。1932年4月24日に、目黒競馬場で施行された第1回東京優秀大競争、芝2400メートルについて記述する。1930年4月、東京競馬クラブは、競馬界の業態改善の一端として、94歳馬の抽選馬を除く、内国三馬による大競争。 東京優秀大競争を1932年春に開催する胸の東京優秀編成主意賞を発表し、東京優秀大競争は一着賞金が1万円と高額であったことから話題となり、同年10月の第1回出馬登録には全国から168頭の申し込みがあり、1932年1月の最終登録には72頭が登録した。 圧倒的な一番人気は、下佐五両牧場さんの若隆景、3月26日、中山競馬場での新小場では5着であったが、4月16日、目黒競馬場の2000メートルの新小場で白雪以下を破り初勝ちを収めている。二番人気は、その中山競馬場での同日の他の新小場で、大塚山を破ってレコード勝ちし、4月16日、 メグロ競馬場でのここ場で、サンダークラップ、浅はらに勝ったン馬の朝桜。三番人気の和光は、関西から登場してきた。四月十七日の新古場は、大塚山、パースニングが一、二着。四月十八日の新古場は、霊光、米勝、須岳が一から三着。中山の新古場を、レコードで圧勝した頻馬の知らぬ日が、 東京有春大競争に出馬登録をせず、出走が叶わず関係者をがっかりさせた。当日は約1万人の監修が入り、前日以来の雨の影響で、当日のプログラムは45分ほど遅延し、午後3時発馬の予定が4時前にずれ込んだ。当時の目黒競馬場は右回りで一周1600メートルであり、現在の東京競馬場と異なる。 第2コーナーからスタートし、向こう正面、3、4コーナーを回って、正面直線を抜け、1コーナーから順にもう一周してくるコースである。バリアーが上がってスタートした直後に、内枠から和光が飛び出し、後続を2馬身リードして、最初の第4コーナーを回ると、2番手から若鷹が外を回って先頭に出た。しかし、浅はぎの徳田騎手が強く、手綱を絞り、 押さえているにもかかわらず、その意に反して、若鷹に並びかけてしまう。その若鷹の箱館騎手は手綱を押さえたままである。若鷹と浅萩が先頭を争いながら一周目の直線を抜けると、二三馬進ずつ離れて、先頭若鷹、浅萩、和光、霊光の順でコーナーを回り、交渉面では再び半馬進ほどの差になった。しかし、第三コーナーから若がスパートし、 最終の第四コーナーを回る頃には二番手の浅萩は後二2個馬進と差を開き、そのまま直線に向いても、後続の追走を許さずそのまま先頭でゴールた。四馬進遅れた二着には、後方から内側を通って追い込んだ大塚山が入った。友情タイムは二分四十五秒に、ここで雨による不良馬場であることを考慮に入れるとかなり優秀なタイムだった。 下佐御料牧場のトールヌソルの3区と、小祝い農場のシアンモアの3区が1、2着となり、それまで主流だったチャペル・ブラムプトン・ヤガロンといったシュボバの3区から、新鋭のトールヌソルや、シアンモアといったシュボバへの世代交代を象徴する結果となった。当時の馬券は、発行単位が20円であり、下記は20円に対する払い戻し額である。 1923年の競馬法施行に伴い、馬券が復活して、各競馬クラブとも一人一枚二十円で統一されていた。しかし当時の小学校教師の初任給が四十円であった時代で、庶民にとって二十円は大金であったので、競馬場に来て同じ馬を買う人を探して数人で一枚の馬券を買ったそうである。1931年から副賞式も発売された。 優勝馬若隆。千葉下佐五両牧場さん。父シアンモア。母種信。母の父イボア。三代母ミラ。ここまで三戦二勝。生涯通算二十一戦十二勝。この後、十月二十三日提出後焦点二千メートルを制す。引退後は1934年、日高種馬牧場へ。しかし、守馬としては、サラ系として、 ハンディを背負っていたせいか、後に活躍する産区がなく1943年死亡馬登録を抹消。1945年死去。東原玉作り調教師。函館孫作機種。2着大塚山。小形系作り調教師が起乗。後に調教師として、日本ダービー発祥の記録を達成することになる。なお、第1回のこの時は4着を飛びす。 5着0号とも、小型9車の管理場である。3着浅はに伊藤勝義調教師。後に、東の小型9車と並ぶ、西の大9車を築く。ただ一度の日本ダービー制覇を12年後の1949年、立ち風で果たすが、その時はとても勝てない馬だとして登場していかった。大レースではあったが、単勝の得票が0票の馬が4頭いた。 シュすら投票しなかったことになる。4着と検討したオートビスもその中の伊藤であった。若鷹の初勝利の翌日、兄のハッピーチャペルが提出5焦点をレコード価値している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。